はぁ、あ、舐めんな <laughs> 舐めててもいいでしょう。<laughs> よくないやろ。<laughs> すいません。40にもなって舐めんなって言われると思わなかったんで驚いてます。でも、この舐めんな精神って意外と大事なことですよね。皆さん、日々の生活の中で嫌なことってたくさんあるじゃないですか。そういう時って舐めんな って思いながら乗り越えたりしますよねこれって自分を信じてるっていうことなんでいいことだと思うんですよ なめんな <laughs> さて、北海道の札幌で個展をします。場所は東急百貨店札幌店1階。期間は10月26日木曜日から11月1日水曜日まで。40点の原画展示販売。200種類のグッズ販売。28日と29日の土日はライブペイント申します。入場は無料です。YouTube 見てますって話しかけてくれた方にオリジナルクリアファイルを無料で差し上げます。皆さん遊びに来てください。ありがとう